李茂義は、大韓民国の軍人、外交官、政治家。朝鮮戦争開戦時の第八師団長。本名は、李正一。1922年、満州通過にて、李博鈴の息子として生まれる。1942年、中国中央陸軍軍艦学校帰兵科卒業。和平建国軍第十二軍人寺参謀を務めた。終戦前、 国民革命軍11軍将校、来院者北京支部責任者の勧めで、情報機関員として活動した。終戦後に、幸福軍、北平しばらく編士隊参謀。1946年1月28日付で、軍事英語学校を卒業して、中尉に任官。第一連隊の創設に参与、同連隊 B 中大将隊長。大隊長などを経て、 5月25日に第1連、隊長。1948年8月14日、第4連隊長。同年6月11日、第13連隊長。1949年8月12日、第16連隊長。9月28日、大白山地区戦闘司令官。1950年6月10日、第8師団長。六月十五日、 朝鮮戦争が勃発、第八師団の正面には、北朝鮮軍第五師団、三十八度線警備第一旅団、東海岸に第七百六十六部隊、第五百四十九部隊が上陸した。陸軍本部から全般的な報告を受けた、李茂吉は、戦争が長期化すると判断し、作戦地域内で、戒厳令を布告し、すべて軍需品を陳とみさとで焼却させ、軍、 警察の家族と公共機関を広報に避難、疎開するよう対策を講じ、車両を挑発して、機動力を確保した。さらに、第8師団は、将兵の家族に6ヶ月分の放給と食料を支給し、民事部長を任命して、住民の避難計画を準備した。このように長期戦に備えたことは、他の師団には見られなかった。6月29日、第8師団は、 陸軍本部の交代命令を受け、包み川に向けて秩序よく交代した。包み川に集結した第8師団は北朝鮮第8師団を相手に、太陽で襲撃を繰り返して5日間阻止し、7月11日に筑礼に交代した。そして筑礼英州で強靭な粘りを見せ、英州を17日まで確保した。7月下旬に、第8師団は、 1> 第1軍団霊下となる。8月1日の安藤鉄収作戦により降鉄。第1軍団参謀長。固形、暗行の戦いで、北行畜戦闘司令官。8月24日、第8師団長に復帰し、英川の戦いに参加した。9月1日、順勝。1951年3月、第9師団長。同年4月、 大白山戦闘司令官。同年9月1日、第7師団長。1952年、陸軍本部前方式所長、第2訓練所長を歴任。同年8月、任意少将1955年11月、第5管区司令官。1956年2月、第1軍団副軍団長。9月、第3軍団長。 1957年7月、第5軍団長。1960年に国防大学院を卒業し、6月に情報参謀副長、10月に陸軍大学総長を務める。1962年3月、予備役編入。同年5月、メキシコ駐在特命全権大使。同年10月にジャマイカを親善訪問。同年12月、 ホンジュラス共和国大使、パナマ共和国大使兼任。1963年1月に、韓国経済施設団団長として、コロンビアを訪問。グアテマラ特命全権大使兼任。同年4月に、ジャマイカ共和国大使。同年7月に、ニカラグア共和国大使を兼任。1964年10月、外務部大器大使。 1966年8月、中トルコ大使。同年11月に中イラン大使。同年12月に中ヨルダン大使を兼任。1971年、中オーストリア大使。1973年、第9代国会議員当選、国会停止委員会委員。1975年没。2000年8月、戦争記念館が8月の五国人物に選定。 ありがとうございます。